どう最近、ひなぴよです。それでは本日からヘビの命のハードモードをやっていこうかなと思います。前回ね、通常モードの方をクリアいたしまして、ちょっとねバッドエンド寄りの結末になってしまったので、ハードモードだとシナリオもなんか登場人物までも変わるという噂を聞いておりますので、どういう風にねエンディングも変わっていくのか、シナリオも変わっていくのかっていうのをこう楽しんでいきたいなと思います。ということで、じゃあ早速この蛇の道をね歩いてハードモードに行こうかと思いますよ。 GO! はい、あれ GO! ハードモードで開始します。倉庫の資金などは持ち出せません。 OK、 再スタートしましょう。お、めっちゃレベルアップする。そうなんだよな、前回めちゃめちゃ、おー、1万5000ポイントの経験値を獲得しましたと。改めてどんな感じだったっけね、だって1年前ぐらいだよねこれやってたの。温泉旅館へようこそ。上のフロントでチェックインしていってね。 OK。 この旅館は呪われてないよ、変な噂に流されないようにね。でこっちが呪われてるっていうんだよね。この旅館呪われてるらしいけど、地下には財宝が眠っているって噂もあるよ。え、そんなこと言ってたっけ、初耳だけど。財宝？この旅館呪われてるって噂だよ。頻繁に起こるバグも呪いによる影響らしいよ。ゲームのバグまでも呪いの仕業にしやがった。なるほど。でじゃあとりあえず、そっか、電話、そう、スキル割り振りも最初にしちゃおうか。HP はね、まあまだ結構遊べる気がするからいいんだよな。腕力上げとくか、なんか腕力必要じゃなかった？ちょっとなんか脳筋野郎でいくか、ちょっと腕力全振りでやってみよう。20にしといて、で推理レベルを残りで上げとく。これでいいんじゃない？こっちじゃないよ、人間の従業員の方に話しかけてね。あれ、あ、そっか、従業員2人いたのか。どっちがシェフだろう。え、これだってシェフともう1人の方だよね。どっちがシェフかな、これ分かんないな。当旅館の利用規約を聞きますか。いやー、この従業員も、あの、おかみさんもね、最後亡くなってるからね。あ、推理レベル21以上でいい家ができる。推理レベルの高さを生かし、利用規約を独自に推理して理解しました。そんなことできるんだ。利用規約を聞かないことを許可します。あら、またお客さんかしら。ん？あ、ヘビメタくんだ。ヘビメタくん声どうしようね。チェックインだよ、一晩泊まりに来たよ。ちょっとかっこよく行こうか。なんか違う気がするな。違う気がするけど、まあ、ヘビメタくんの声が安定するまではちょっと時間がかかりそうですね。困ったわね、今のお客さんでちょうど満室よ。あ、そうなの？あれ、ちょっと待って、動かなくなっちゃった。はい、料金が倍以上になるけど、 VIP ルームなら空いてるけどね。どうしようかな。バブちゃんみたいにやってみる。いやいやいや、倍額だと予算的に厳しいな。どうしようかな。倍額だと予算的に厳しいな。なんか声細くなったね。鉱石は売りたくないし。鉱石？ヘビメタくんももしかしてヘビボール持ってるのかな。鉱石？あ、なんだかお腹がムズムズするよ。停電だ。あー、ここで停電が来るんだ。あれ？キャー、怖い。やっぱり呪われてるよこの旅館。停電になったところであなたのターンになりました。行動を選択してね。うわ、宿泊部屋に移動もできるのか。レジから金を抜くか。違法解禁されてるはずだよな。800ゴールドやったぜ。停電に便乗して誰かレジから金抜き取ろうとしてない？いや、してないしてない。してるわけないじゃん、そんなこと。やっと電気がついたわ。やっぱりこの旅館絶対呪われてるよ。停電ごときで騒ぐんじゃないよ。あら、なんだか揺れてるわ。
今度は地震だよ。やっぱり呪われてるじゃないか。地震が起きたところであなたのターンです。行動を選択してね。え、旅館から避難もできるの？うわ、推理レベル30以上か。宿泊部屋に避難するか。自分の宿泊部屋に移動します。持ち前の推理レベルの高さで部屋に移動した後に起こった出来事や議論の内容は独自に推理して記録しました。へえ、こういう風になんかスキップできるんだ。じゃあ内容はさほど変わらないってことなのかな。まだ話を聞いて回りたい。ちょっと待って、他の選択肢も見てみたいから、ちょっとファイル20にセーブして、ちょっと19でもう一回ロードしようかな。はい、ちょっと今推理レベルを30にして戻ってきました。で、一応利用規約聞いとこうか、おさらいのつもりでね。利用規約1、地下室には絶対立ち入らないこと。まあ意義なしです。だってあそこは地下じゃないからね。利用規約2、部屋が狭くても文句言わないこと。まあ狭い部屋好きだからね、ヘビはね。はい、次、利用規約3、停電や地震が起こってもいちいち騒がないこと。意義あり。騒いだらクレーマーとみなします。マジ？それはさすがにひどいよ。だって地震や停電起きたらさすがに誰でもびっくりするでしょうが。利用規約4、この旅館が呪われているとかいうデマに流されないこと。まあいいでしょう。利用規約5、貴重品をフロントに預け返却されない場合に限り呪いの仕業にしてもよい。こんなんあったっけ？こんなんあったかどうか知らないけどさ、それなんかもし盗まれたとしても文句言わないでねってことでしょ。いや、いいだよ。貴重品はどんどん預けていってね。嫌だよ。利用規約6、監禁されるような事態に遭遇したら率先してお金を振り込むこと。ガチ意義です。おぉ、こんなんできんの？ダメだよ、こんなに早くガチな意義唱えちゃ。ハードモードの洗礼により、だ3ダメージ受けちゃった。まあでもまあいいか、経験値500もらったし。あら、またお客さんかしら。あー、ここでヘビメタくんね。あ、ついだよ、一晩泊まりに来たよ。困ったわね、今のお客さんでちょうど回すよ。料金の倍以上になるけどびっくりもらえてるけどね。で、ここで停電と。で、まあ金がないよりはいいでしょうということで、レジから金を抜きまして、あれ、さっき800ゴールドじゃなかったっけ、500ゴールドしかもらえなかった。で、揺れてる、呪われてる、旅館から避難、これできるんじゃない。推理レベル30以上だからやってみよう。ああ、このタイミングで帰るとやばいことになるよ。あらら、雪崩に飲み込まれてしまいました。ゲームオーバーになっちゃった。ああ、まあ50点もらえたからまあいいか。たたりじゃ。そうだよ、たたりだよ、呪われてるよ絶対。地震は収まったよね。この旅館やっぱり呪われてるよ、噂以上だよ。地震は自然災害なんだから呪いとは関係ないでしょうか。雪崩だよ、しかも大増量だよ。序盤からぶち込みすぎだよこの旅館。雪崩が発生したところであなたのターンです。行動を選択してね。玄関の雪崩を調査しましょう。なんか前よりも埋まってない？気のせいかな。玄関口が雪崩に埋もれちゃってるよ。これじゃあ旅館から出られないわね。おいおい、この旅館に閉じ込められたってことか。裏口があるからまだ平気よ。なんだ、裏口があったのか。てっきり閉じ込められたのかと思ったよ。じゃあ裏口にフラグ立てられる前にこんな旅館今すぐ脱出だ。裏口の調査をしますか。雪崩に体当たりする、面倒なので宿泊部屋で。雪崩に体当たりしようか。ドーン。あー、経験値もらった、やった。あー、これやばいことになるよ。あ、雪崩がさらに深く流れ込み全員死亡しました。ごめんって、悪いとは思ってるよ。いや、せっかくね、飛び込めるって聞いたから。すまんことしたの。あ、なんだ？え？発言内容が違う。皆さん落ち着いて。これは旅館の呪いだ。この停電は地下での電力融合が原因だ。これだ。地下の話は原則 NG よ。やっと電気がついたわ。うん、あ、そっか、あれか、地震の時か、さっきの発言は。で、今度は地震で発言する。係員の指示に従って、あ、従業員でもないのに仕切っちゃダメ、すいません。で、地震収まった。で、雪崩とからの玄関の雪崩を調査で
これで体当たりすると死んじゃうから、裏口があるからまだ平気。はい、裏口の調査をしましょう。裏口にはまだ雪崩が流れ込んできてないようだな。外は猛吹雪の予報だというのに本当に出てくのかい。あ、こんな旅館に長居するよりはマシだからな。だったら一部屋空くから、そこにヘビメタのお客さんが宿泊すればちょうどいいわ。それじゃあその部屋に泊まるよ。ミミズが使ってた直後の部屋なんてまるで罰ゲームね。ミミズが帰ろうとしてるところであなたのターンです。行動を選択してね。声をかける、無視、一緒に帰る、一緒に帰ろう。ヘビのような下等生物と一緒に帰るなどミミズとしてのプライドに反する。あら、まあ警察犬来ちゃったね。なんだ今の音は。じゃあこれ出させてもらえないね、ミミズくん、かわいそうに。獣みたいな、あ、間違った。獣みたいな鳴き声の、なだだだだだだ、獣みたいな鳴き声が聞こえるよ。大型犬だよ。これ全員噛み殺されるパターンのやつだよ。警察のものだ。久しぶり刑事、お前生き返ったんだな。ハードモードではヘビメタが逮捕されると即ゲームオーバーになります。はあ、え、はあ、なるほど。今度は警察だ。警察が何の用だ。そういえばいたね、こんな人。最初の方で死んじゃったからさ、全然覚えてなかったけど、ハンターのお客さんいたわ。今現在この旅館に凶悪犯が滞在しているとの情報で捜査に来たまでだ。今度は凶悪犯か。もう呪いどころの騒ぎじゃないよ。ちょっと滑舌の練習してきます。そこそこ口を動かしてきたので大丈夫かなと思います。今度は凶悪犯か。もう呪いどころの騒ぎじゃないよ。凶悪犯がいるならなおさらこんな旅館にいられるか。出て行ってやる。凶悪犯の可能性のあるものを旅館から出すわけにはいかないからな。大雪もこれからピークになることだし、帰るなら明日にしたまえ。大雪？そもそも来るとき雪なんてほとんど降ってなかったけどな。なんだねお前は。この無敗の刑事が言うことに異議を唱えよって。出たブラックドクター。ま、金属製のボディでは雪に気づかないことも珍しくありません。それに大雪がピークになるのはこれからですからね。そうね、地震速報ついでに聞いたラジオ情報でもこれから大雪がピークになるって話よ。とにかくその凶悪犯ってのがピンとこない。情報が少なすぎるからな。まずその凶悪犯ってやつの特徴は、人間なのか蛇なのか。蛇だったら代わりに駆除してやってもいいぞ。ではそこの蛇メタの駆除を頼む。その遺体の処理なら引き受けましょう。ダメだよ雑に進めちゃ。まずは警察犬からデータを割り出す段取りだったはずだよ。そんな、なんかめたいな、すごい全体的にめたいぞ。そういえばその警察犬は重度の危険物なら半径1キロの距離まで探知可能だとか。ああ、危険物に限らず生物の危険度指数なども数値化して探知することが可能だ。数値化？最先端技術を用いれば数字だけで犯人を割り出せるのですよ。だったら誰が凶悪犯なのか、そのお犬様に嗅ぎ分けてもらうじゃないの。そうだな、もっと詳しく探知する価値はある。くんか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 。ほう、数値が出ましたよ。ヘビ大型種が6、ヘビが4、ヘビ大型種が6、人間が3、ハンターが4、警察犬が5、ミミズが3、ムカデが4、ヘビメタが7。あ、強いねヘビメタくん。何、金属製のボディだから強いってこと？攻撃力とかなんだかゲームのような数値も出てるよ。なんかでもあれだよね、声のなんかカスカスさ的にはあんまり強そうじゃないけどね。攻撃力は危険度指数のようなものだ。凶悪犯を探す目安にはなる。だけど数値の高さで凶悪犯だと決まるわけじゃなさそうだね。いやいや、数値が高いやつが凶悪犯に決まってるだろう。一番数値の高いヘビメタは即逮捕だ。一発ゲームオーバーに注意。なるほど、じゃあ意義ありです。そうだよ、ヘビだからって証拠もないのにいきなり逮捕しちゃダメだよ。それにヘビの危険度指数が高めに設定されてる気がするよ。事実ヘビは危険だからな。毒を持つタイプや巨体のヘビ、
それに尻尾が刃物のように尖った金属製のヘビもいるのだよ。あれ、そういえば、今回いる？あれ、ポイズンスネークくん。ん？ポイズンスネークくん今回もしかしていない？同じ色のヘビしかいなくない？過去にこの旅館で事件が起きた時もヘビが犯人だったしな。ヘビは危険だ。どうせ冤罪だろう。はい、どうせ冤罪です。そうね、冤罪の可能性もあるわね。ミミズかムカであたりと見間違えたとか。ヘビに対して過信は禁物だ。化けの皮を剥いだらどうなることやら。脱皮したばかりだけどね。お前のところの女子にでも言ってやる。いやー、これどっちでもいいな。お前のところの助手にでも言ってやれ。助手の話は関係ないだろう。ヘビの話だ。今は無害を装っていてもいずれ尻尾を出すって話だ。尻尾しかパーツがないよ。尻尾切りに利用されているのはどっちかな。もう一周したからわかるこの煽り文句だよね。はい。本気で黙れ。ヘビは日本語通じねえな。はい、すいません。んで結局誰が凶悪犯なんだ？そこの金属製のヘビか。そうだ。そうじゃないよ。ダメだよ、ちゃんと捜索しないと。凶悪犯の捜査が難航しているところであなたのターンになりました。何か発言しますか？まあとりあえずセーブしとくか。はい、セーブ画面開くよ。はい、で1にセーブと。セーブおしまい。とにかく無敗の刑事と名乗るなら犬ばっかり頼ってないで自分で推理しろや。旅館の宿泊客名簿の中に不審に思った人物はいなかったかね。確か7号室に宿泊のお客さん、職業がハンターだとか。俺のことだな。ハンターなら銃とか所持してそうだよ。危険だよ。プライベートで温泉に入りに来ただけだ。武器なんぞ持ち込んどらんよ。ハンターに対して何か発言しますか？まあしとこうか。ハンターは凶悪犯ではない。このハンターこそ凶悪犯だ。捕らえろ。このハンターはカモセワクだ。いやまあどっちもいいね。もうむしろなんか今回ハンターのことかばってあげようかな。ハンターは凶悪犯じゃないよ。まあ凶悪犯はね、その右隣のブラックドクターくんだから。うん、ハンターってだけでは凶悪犯とは断定できんな。他に目ぼしい客はいなかったかね。6号室に宿泊してるムカデの客がバールのようなものを所持しているのを見たわ。うん、あーいたわ。ポイズンスネーク、どれだポイズンスネーク。あ、これか、右下のやつか。このこいつか、こいつ。バール持ってるなら凶悪犯だよ。怪しいよ絶対。この旅館には ATM も金庫もあるからね。まあムカデの荷物は後で調べさせてもらうがな。他に宿泊名簿で気になった客はいないかね。確か最後から2番目に来たお客様、職業が探偵だとか。探偵だと？どの客だよ探偵ってのは。あなたの話題になっています。何か発言してね。探偵です、よろしくね。探偵として警察に協力してやらないこともない。探偵ではない、名探偵だ。真実は一つ。まずは依頼料、話はそれからだ。どう最近？いやーこれでしょう。どう最近？いつも間違ったタイミングで無駄に近況を聞きたがるタイプのヘビが存在すると聞いたが、お前のことかね。いや私じゃないですよ。あ、私は真似をしているだけで、間違ったタイミングで聞くのはまた違うヘビなんじゃないでしょうかね。他に怪しい客はいないのかね。特に思い当たらないね。もう夜になる。本日の捜索は一旦打ち切ろう。6号室のムカデは個別に持ち物検査、7号室のハンターも念のため持ち物検査だ。それとヘビメタも念のために持ち物検査だ。意義あり。そうだよ、便乗してヘビメタまで持ち物検査のターゲット入りさせちゃダメだよ。そうなると本日の話し合いはここで打ち切りだな。いやなんかすごいね、ヘビメタ君に集中攻撃してるね。相当レアヘビなのかもしれないな。本格的な捜索は明日からとする。明日までに凶悪犯を野放しにするっていうの？心配いらんよ。この無敗の刑事もいる手前、凶悪犯も事件など起こせやせんよ。それじゃあ VIP ルームも埋まっちゃうから完全に満室ね。こんなボリ旅館が満室になるなんてもはや奇跡だな。温泉と名物パスタがあるからそこそこ人気なのよ。
そういえば温泉には HP 回復効果と解毒作用があるって話だったね。とにかくミミズも出ていかなかったし、ヘビメタのお客さんの宿泊部屋をどう手配するかが問題ね。泊まる部屋がないのは困るな。いらんだろ、ヘビごときに宿泊部屋なんぞ。その通りです。ヘビはヘビらしく壺にでも宿泊すればいい。言い過ぎだよ、ヘビだからって。おっと失礼。それではお詫びとして、そのヘビメタをビップルームに招待しよう。当然相部屋になりますが。わあ、狙ってる狙ってる、怖いな。警察と相部屋なんざ生きた心地がしねえわな。それなら4号室を相部屋にしようよ。宿泊代は折半だけど。そっちにするよ。やれやれ、せっかくのビップルームへの誘いを蹴って狭いボロ部屋を選ぶとは。代わりにビップルーム相部屋にさせて。却下だ。盆種の蛇ごときが慣れ慣れしい。差別してる蛇の中でも蛇差別してるよ。旅館としては相部屋でも2匹分宿泊料取りたいところだけど、満室なら仕方ないわ。ま、どの道明日になれば空き室ができる可能性もある。縁起でもない、もう事件はこりごりだよ。念のため寝る前は各自戸締まりを忘れないように。壁がボロボロで穴も開いてる旅館に戸締まりもクソもねえがな。ボロボロなのは事実だけど、穴を開けたのはあんたでしょ。隣のデブヘビのいびきがうるさかったから壁ドンしただけだ。あ、壁ドンしたら穴開いちゃったの。本日の話し合いが終わりそうです。最後に一言ありますか。もっと議論を続けるべきだ。夜中に誰かが殺されるぞ。温泉に入りたい。部屋にピザ届けてね。これにてお開きとする。裏口を監視するべき、これだね。外は猛吹雪だ。凶悪犯も逃げられませんよ。旅館としてはさっさと逃げてほしいものだわ。あー、そうか、猛吹雪っていうことが前提で進んでるからね。でもまあヘビ探偵じゃなくて、なんだっけ、ヘビメタくんがさ、雪降ってなかったって言ったよね。っていうことはもしかしたら警察側が嘘ついて大雪だよって言ってる可能性はあるよね。まあでもあれか、あのラジオか、ラジオがまあ猛吹雪の予報だって言ってるんだもんな。とりあえずまあ探索するか。一通り探索して今日のパートは終わろうかね。はい、相部屋になったよ。なるほど。わあ、びっくりした。ちょっと待ってね。凶悪犯がいるなら相部屋の方が心強いからね。せやな。あ、ちょっと待って、操作がおぼつかない。もう夜だからゆっくり寝ていってね。もうこれあれだわ、普通にこれで操作するわ。はい、ぐるるる。蛇の隣なのはいいとして、ミミズの隣なのは外れ部屋ね。ここミミズの部屋だっけ。そっか。はい、あ、ちょっとまあいいか。コイン、コインっていうかゴールド。はい、なんだこの部屋は、蛇とかムカデばっかのクソ旅館だな。あ、旅館か。はいはい。で、はい。ムカデくん、ムカデくん今回初めて喋るね。なんだこの旅館は、蛇とかミミズばっかのクソ旅館だな。久しぶりだからちょっと巻き舌がうまくいかないわ。50ゴールド。ここがポイズンスネークか。この旅館には水道管が通ってないから、時々水不足問題になるらしいよ。なるほど。一部レアヘビの体内にはヘビボールという鉱石が宿ってるらしいよ。あ、そうか。ヘビメタ君もヘビボール持ってる説が出てるよね。今回はヘビ探偵は？あ！ヘビ探偵ヘビボール持ってないわ今回。へえ。なるほど。じゃあヘビメタ君がやっぱり狙われてるんだ。最先端科学の操作では数字を頼りに犯人を割り出すみたいだね。なるほど。で、はい、ステータス上昇は最大 HP 一択がベストらしいよ。あ、そうなの。いやでもなんかいろんな方法で遊べるから私は結構遊んじゃうけどな。はい、凶悪犯がいるから不安で飲み物くらいしか喉を通らないよ。だからここに飲み物があるのか。メロンソーダがある。まあいいや。ハンターさんにも話しかけるか。この後所持品検査だとよ。本当に刑務所じゃねえんだから。せやな。刑事さんは優秀だけど助手さんの方はちょっとおっちょこちょいなところがあるわね。
いつも失敗や失言をしてはお詫びしてる印象よ。なるほど。そのお詫びをね、なんか理由にいろいろ好き勝手やってるわけですね。で、まあとりあえず一通り回ったから、じゃあセーブして、今回はじゃあこれで終わるか。ご視聴ありがとうございました。ということでハードモードが始まりましたね。ヘビメタくんが入ったことによって、狙われるのがなんかいろんなレア種のヘビじゃなくてヘビメタ一匹に絞られてしまうっていうところがちょっとねえ、なんか集中攻撃食らっててかわいそうだなと思いますけど、なんとか守っていけたらなと思います。ということで次回に続きます。おつぴよでーす。